節分を前に松山市石手2丁目の石手寺で30日恒例の豆入りが始まりました。信徒ら合わせておよそ80人が福豆の準備に励んでいます。30日は朝から信徒や近隣住民が集まり豆入りを始めました。今年はおよそ930キロの大豆を用意したということです。参加者はかまどにかけた直径およそ70センチのほうろく鍋に豆を広げ、竹の熊手で丁寧にかき混ぜていました。15分ほど経って豆がほんのり焦げ、香ばしい匂いが漂うと鍋から取り出し、選別や袋詰めの作業を行っていました。もう皆さん豆でも食べていただいて、一年元気で過ごしてもらえばと思います。はい。福豆は2月3日に石手寺で開かれる節分祭で1袋100円で販売されます。1年の安全と厄除けを祈るごま祈願と園児らによる餅まきも行われます。